じゃあ先発行ってみますか。さあ、じゃあ行ってみます。とりあえず抜けました。さすが先生、グリップしましたね。来た来た。さあ、所長は立たないんですよね、ここギリ。さあ、じゃあ行ってみますか。あ、曇って見えねえ。よし、そこそこのあれですけど、抜けましたよ。強いな。全然。だって土掘ってねえじゃん、あんまり。全然。さて、ここ狭いね。よし、あぶね、おお、あぶね、持ってかれた。よいしょ。これはどうなの。ここか。これ ここは巻くしかないんですね。ここ
あれそこいきなりどうだったっけ、そこ2個乗り越えていくんだっけ。乗り越えますよね、ここね。無言になっちゃうよ。これどうなの。はい、あれどっちなんだろう。所長が来てね。先生さすが。エンジン音は聞こえてる。丸太かな。止まった。リスタートできるか。マルタやっぱり。見えない。これは よし、はい、ナイス。ナイス。でもすいません、回してなかったです。怖いよこれ結構。ちょっと待ってくださいね。危ねえ。すいません、お騒がせしました。さっき所長から名刺いただきました。あ、
そうですか。危なかった。結構な斜度これ、結構な斜度ですよ。もうちょっと前に体重かけないと、まくれちゃうね。意外とね、ふかふかなんですよ。滑る順番はね、難しい。やっぱりね、お騒がせしましたって言ったら、あ、もう所長に、ね、あの、いただきましたって言われて、なぜかまたここにいるというはい、で、2枚増えました。うめ、うま、大丈夫ですか。コンビニでですね、はい、すげえうまコンビニで、あ、伊豆林道部の方とお会いしまして、ひとしきりお話をしてでですね、あの、一緒にということで、ひかかったひかかった、あの、ここ走ってないっていうんでね、同じところですけど、私たちは走られたことないっていうことなんで、はい、ちょっとね、一緒に、じゃあもう一回行きますかということで、同じ道ですけどすごいね、やっぱり、上手い人上手いね。説明してないですからね、あの、私は一回走ってるからね、わかりますけど、初見ですからね、はい、熱だれ、すごい、アイドリングが高いもん。ほら、ちょっと待って、これね、危ないよ。